9月上旬、大田区の災害時の医療体制などについて話し合う大田区災害医療フォーラムで、大田区が区内の中小企業とともに開発したある製品がお披露目されました。それがこちら、車輪付き担架です。この担架は主に災害時に負傷した方を近隣の緊急医療救護所まで搬送するためのツールとして開発されたもので、四輪仕様の折りたたみ式、1台を2人程度で搬送します。大田区では10月末からこの車輪付き担架を区内6地区に64台配備。災害時は地域住民がこれを使って最寄りの緊急医療救護所に負傷者を搬送することができます。地震や津波などの大規模災害が発生した直後は消防や行政に救助要請が殺到し、対応に時間がかかることが予想されます。そのため負傷者の手当や緊急医療救護所への搬送は地域の皆さんが互いに協力して行うことが重要になりますが、災害時は建物の倒壊などで道路が寸断される恐れがあります。加えて問題になっているのが防災の担い手となっている地域住民の高齢化。そのため大田区では災害時の負傷者の搬送をどのように行うかが課題となっていました。そこで開発されたのが車輪付き担架です。開発にあたっては地域住民の皆さんの意見も取り入れ、軽量化や収納時のコンパクト化、安全性と耐久性を考慮したものに仕上がりました。一番のポイントは、ブレーキとストッパーをつけたことになります。大田区内、平らな地面もあれば山坂がある地域もありますので、そういった地域でも安全に搬送できるようにブレーキとストッパーをつけました。その他はですね、地域の方との試作品の評価会の中で当初二輪だったんですけれども、四輪の方が運び手の負担がなく安全に搬送できると、また災害時を想定して瓦礫などでも搬送できるようにノーバンクといたしました。その性能を区民の皆さんにも実感してもらうため、9月23日に JCO 東京蒲田医療センターで行われた防災訓練では、負傷者の移送訓練にこの車輪付き担架が使われました。訓練では2カ所のスタート地点から大田区の緊急医療救護所に指定されている JCO 東京蒲田医療センターまで負傷者を搬送。そこで治療の優先度を決めるトリアージが行われ、優先度ごとに負傷者の振り分けを行います。訓練の開始とともに車輪付き担架の組み立てを始める参加者の皆さん、3、4分ほどで組み立てが完了すると、負傷者を担架に乗せ緊急医療救護所を目指して出発します。ちなみに大田区では震度6弱以上の大地震が発生した場合、医療機関での混乱を防ぐため区内19カ所に緊急医療救護所などを開設。区民の皆さんにはこの緊急医療救護所に負傷者を搬送していただくようお知らせしています。とても軽い担架で良かったんですけれども、やっぱり段差のところで少し病人になった人が体に感じると言っておりました。それから頭が大変低いので、低い枕みたいなものがスポンジみたいなのです。一つ設備してくださればいいかなと考えております。意外とやっぱりね、早いんですね。もっと時間かかるのかなと思ってましたら早く着きましたので安心ですね。この車輪付き担架は普段自治会町会の会館や防災倉庫などに常備、来年には全区に配備する予定です。災害用ということで配備はいたしますが、普段から活用いただくことで災害時にもスムーズに持ち出すことができます。なので日頃の防災訓練や地域でのイベントの荷物での搬送など少し足していただいて使っていただけたらと思っております。